ガットバリジュドポームにおけるラケットテニスラケットは球技のテニスにおいて選手がボールを打つために用いるラケット。公式テニス用とソフトテニス用がある。ラケットを意図的に損壊させるとペナルティを受けるほかストリングの切れたラケットは使用禁止となっているトーナメントもある。かつてジュドポームという競技においては素手、すでに革紐、グローブ風、木の棒という段階を経て バトワールと呼ばれる一枚板を削ったラケット状のものに達した。そして1550年頃、ガットバリラケットが生まれた。従来は、ボール同様に、ラケットの製造権もギルド組織の管理下に置かれ、放棄、ブラシなどの製造業者が兼業していたことから、生産数が少量だったとされ、ラケット製造業組合が独立したのは1550年頃と言われる。 その後も手作りの木製品が主流だったが大量生産化され炭素繊維製のものも登場した。日本では初期のローンテニスにおけるラケットのことをバットとも呼んでいたと言われる。1967年にスチール製、1968年にアルミ製、1974年に複合材のラケットが初登場したという説がある。1976年に プリンス社は、ストリングメンが110平方インチのテニスラケット、クラシックを発表し、パムシュライバーなどに愛用された。日本では、デカラケと呼ばれた、130平方インチや、超大型サイズの137平方インチのものも、あったという。その後、1987年に厚ラケ、1995年に、超、ラケと呼ばれる、ジャンルのラケットも出現した。 素材も進化し、ウィルソンが1999年に、通りから供給を受けた効果で希少な、ハイパーカーボンなどがある。2009年12月現在ハンドルを含め、全長で 73.66cm を超えてはいけない。73.7cm を超えてはいけない。全幅で 31.75cm を超えてはいけない。 31.7cm を超えてはいけない。全長で 39.37cm を超えてはいけない。3 9メ4 c m を超えてはいけない。全幅で 29.21cm を超えてはいけない。29.2cm を超えてはいけない。ヘッド車のステンシルストリングには素材で大きく分けて。 ナチュラルガット、ナイロンシンセティックガット、ポリエステルガットの3種類がある。現在のように縦糸と横糸を垂直に交差させているものは、古いものでは1583年生とされるラケットに見られる。それ以前では横糸のみ斜めに貼って交差点を結んでいるものなどが見つかっている。交代連が主催、主管している大会では、ストリングに ステンシルが入っているラケットは使用禁止になっている。ラケットに貼られたストリング上で、打球時にとても有効な領域を、スイートスポットと呼ぶが、それは3種類あるという定義もある。日本で発売されているラケットのグリップの規格サイズは1.23.4がある。オーバーグリップテープを巻いて調節する場合もある。ヘッドとグリップの間の空間のことをスロートと呼ばれる。 上級者の試合ではほとんどないが、初心者の試合ではボールがスロートにはまることがあるが、その場合は失点やフォールとダブルフォールとなど失敗扱いになる。テニスラケットの技術革新は日進月歩であり、テクノロジー革命により軽く頑丈なものに進化している。ウッドからスチールやグラスファイバー、チタンやカーボンなどの素材革命が進み、 レギュラーサイズから、デカラケ、アツラケ、チョウラケなどの形状革命など、ラケットを構成する、あらゆる要素に、画期的な新テクノロジーを駆使した大きいのに軽量、かつ強く反発力のあるラケットが開発された。20世紀、ウッドラケットの時代は68平方インチで、シングルシャフト、フレーム重量3 8 0グラムほどとかなり重く、スイングスピードがないのでシナリオを利用して、 ボールを飛ばしていた。戦後間もない1949年にウィルソン、ジャック・クレーマー・オートグラフを誕生させた。このラケットは1981年まで30年以上のロングセラーであった。フランスのラコステによって1967年にスチール製フレーム素材のテニスラケットがビルセント2000として開発されました。1968年にアルミ製 1970年にウッド素材より柔らかいグラスファイバーが取り入れられたがカーボンに比べて重かったためフルグラスファイバーの時代は短くその後1974年にカーボンファイバー炭素繊維フレームが登場したカーボン製は形状をいろいろな形に製造しやすいことからプリンスが1976年世界初の大きいサイズのプリンスクラシックを開発した これまでの70平方インチを110平方インチフェースに拡大し、当時デカラケと呼ばれていた。考案したのはヘッド創始者、ハワードヘッドであった。カーボンフレームによる L サイズラケットはテニス史上最大の革命的大転換だった。1980年代前半、ほんの数年でイノベーションが進んで複合素材対等し始めるギュラーからデカラケへと移行し、 ウッド時代に終止符を打った。1985年頃はデカラケの前世時代であった。フェースがかなり大きいデカラケはボールも当たりやすいがスピンがかけにくく飛びすぎるデメリットのためフェース面積がデカラケより少し小さな100平方インチ前後のミッドラケットが主流になっていった。その次にイノベーションとなったのが1987年のウィルソンプルフィールで当時圧。 ラケット呼ばれていた。1990年頃になり、カーボングラファイトの特性を生かし、ワイドボディフレームの出現で、ラケット開発に革命を起こした。ボールの引きを決めるのは、フレームの硬さで、厚いラケットは、その分フレームが硬くしならないので、よくボールを引く。ただ当初の厚ラケットは飛びすぎるものだったので、中厚ラケットが主流となった。 その後1995年の頃になりラケットの長さが1インチ、長い28インチのロングボディラケットプリンス、マイケル・チャングラファイトが登場し、当時長ラケットと呼ばれていた。ヘッドがチタンラケット製造を開始、1997年にラケットに革新をもたらした素材チタンは衝撃や腐食、高温にも強い。耐久力に優れ、このスポーツに、 最適な軽量で強度のある素材チタンをフレームに採用し、中空構造で高い反発性を実現している。ウィルソンは1998年にチタンと比べ軽く4倍の強度と高度を備え、新素材ハイパーカーボンを発表。ウィルソンは2000年グロメット部にローラー組み込んだローラーテクノロジーを開発。ヘッドはインテリファイバー素材を使って、 インパクト時に生じる衝撃の機械的エネルギーを電気的エネルギーに変換し、グリップに内蔵したコンピュータマイクロチップで10倍増幅を開発。ヘッドが2003年に世界最先端のニューテクノロジーチタンに比べ3倍の弾力性と強度を合わせ持つ液体金属素材リックウィドメトルシリーズを開発。黄金スペックの起源はバブラットピュアドライブで、 基本スペックである重量イコール三百グラム、フレーム圧イコール二十五ミリメートル、フェース面積イコール百平方インチと同じ組み合わせのモデルがメーカー各社から発表された。プリンスが二千五年にグロメットレス新構造フレームはフレーム上にストリングホールを巨大化させた穴を開けることでグロメットはなくフレームにストリングを直接貼ることによりストリング稼働範囲は大きく広がり、 スイートスポットの拡大を実現させた。結果、振り抜く時の空気抵抗を大幅に激減させ、スイングスピードのアップした。ウィルソンは2010年にニューテクノロジー新素材、ベソルトファイバーバサルトファイバーを採用ラケットを開発した。ヘッドは、イナグラファイバーをカーボンファイバーと複合、インネグラハイブリッドコンポジット複合構造 IG を開発した。バブラットが コアテックスとウーファーシステムにタングステンを織り込んだ GT テクノロジーを採用し革新技術アエロモジュラーフレームテクノロジーで強烈なスピン性能を達成したヘッドは2013年に先進入テクノロジー世界最強最軽量の素材グロフィンを実現したバブラットが2014年にグリップ部分に搭載された内蔵センサーにより 通信機能を搭載しワイヤレス通信で端末によるグラフや数値での分析を可能とした。ラケットメーカー各社が最新ハイテクノロジーを駆使し激化した開発競争が続いてきた結果フレームフェース形状の大型化とともにハイパーカーボン、アルティマムチタンなど素材における軽量化も相次ぐようになったことから反発性能の大幅な向上が続いた。これにより スピン量が増大し、ボールスピードが上昇した。ラコステやブーマやヤマハのように、ラケット市場から撤退した企業もある。なお、シャネルやポルシェデザインもラケットを発売している。日本では、明治30年代には、国産品がすでにあった。1960年前後には、木製ラケット生産業者が多数あり、輸出も行われていたが、次第に台湾そして、 中国へ生産基地が移っていったという、ありがとうございます。